Hi everyone, it's me, Della. お世話になっております。波動です。波動さん、はい、この間、私が出たショートムービーあるじゃないですか。おお、メルトね。そう、メルト。あれに、あの、この間のね、配信でも言ったんですけど、あれに波動さんが実は隠れてるっていう、波動さんを探せっていうのをやったんですけど、答え合わせをね、なんか今回動画でやろうかなと思って、そうだね。皆さんは波動さんを見つけられたのか。切られたのかね。俺は結局、ね、実はね出演してるっていうね、うん、分かんなかった。全然分かんなかった。分かんなかったから答えを教えてもらった。そう、だから俺と一緒にちょっと答えを見ながらここにいたんだよってことを紹介していこう。わかりました。うん、はい、じゃあまずは一つ目。まずはね一つ目ね。うん、ね、大体45秒くらいかな。うんうんうん、そう、ここ。このね。ミサトが寝転がって。そうそう。パソコンを見ているところ、はいはい、ここね、ここその横、横に画面の、そう、ベッドのところに、ベッドのところによくいますね。本当だ、いる。本当だ。これ本当だ、波動だ。波動さんのアクリル、アクリルキーチェーンじゃない？C95冬コミのアクリルキーホルダーがあるわ。なんかいい仕事してますね。本当だ、いた。へえ。とか最初はこの45秒、結構これハードル高いと思うんだよね。わかんないよこれ。これ結構難しくない？なるほどね。すごい見ないと分かんない。言われたら分かった、確かに。うん、いるいる、ほらいる、うんうんうん、確かに。分かったかなみんな。じゃあちょっと次の行ってみよう。3回ぐらい出てるよね。そうなの？多分。へえ。じゃあ次が、あ、できた。うん。なんか49秒ぐらいとかそのあたりに出てくる、ミサトがほらすごいアップで映ってるところ。そうね、うん、そこにどこにいるの？右側。なるほどね。あれでほらベッドにいるから、うんうん、この画面でも右側にちょろっと波動が映ってる。本当だ、確かに。でもこれすごい、言われなきゃ気づかないな、これ。いや、これ絶対気づかないでしょ。へえ、こんななんか真面目でね語ってるシーンで横に波動がいるってすげえシュールだな。シュールだね。なんか波動さん出てますね。出てるね、びっくりした。だから2人が出てる映画なんですよ、きっと。デラと波動が。そうそうそう。なるほど。そして3つ目、あ、これが最後かな。結構さ、でもミサトの近くにいますよね。うん、割とミサトの部屋にいるんだ。あのね、大体2分50秒ぐらいかな、これ。2分50秒ぐらい、うん、部屋にいるミサトにメルが話しかけている時。うんうん、どこにいるの？の、ここ、ここ画面の手前、机の一番手前。これ分かる、分かる。分かる、分かる。これここにすごい、なんか紛れてるから分かんないけど、紛れてるよね。でもこれ確かにいる。これでもすごくいますね。なんか気づいたらめっちゃいる。意外といるね。すごい、すげえな。いや、なんかね、隠れ波動、隠れ波動、これ見つけた人はちょっとね、今年1年幸運に恵まれますよ。本当ですか？なるほどね。へえ、なんでミサトこんな波動の人形持ってんの？なんかあれじゃないですか、スペシャルテンクスでその波動さん出てるのに、なんかあれじゃないですか、私だけしか出てないからかわいそうと思った。かわいそうだと思ったんだ。わかんない、同情されてここにいるわけだ。そういうこと。まあ、優しさだよ、優しさ。優しさ、あ、なるほどね。見てこの空気読んでくれる感じ。しかもさ、動画の中でも前も言ったけど、うん、ポテチと団子は嫌いだけど、確かに確かに、波動さんは好きっても書いてくれたんだよ、うんうんうん、概要欄みたいなところに。メルがね、そう、うん、メルがそんな優しさですよ。あ、メルが好きって言ってるから、そう、じゃあ波動をここに買って置いとこうってことか。メルが好きって言ってるんだよね。そういうことね、うん、なるほど、分かった。これじゃあもし映画化とかさ、だから美里も好きなんだよ。なるほど。これさ、もし仮に映画化されたら、もしかして映画化にも出てくるのかな。そうじゃない。波動、隠れ波動が。みんな今度は映画館で波動を探せみたいな。そう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 。みんなそれしか探せなくなっちゃう。どうする、プレゼントキャンペーンとかやるなんか。やろうか。まあでもね、こうやって映画化できたらね、うん、嬉しいよね。そうだね、うん、それをね、こう目指して、うん、わかんないけど頑張っていきましょう。頑張っていこう、ね、なるほどね、いい映画だったんで。じゃあね、みんなこれどうだったかな、みんな分かったかな、分かったかな、合ってたかな、うん、いやでもきっと分かってる人はね、分かってると思うよ。ここだってね、うん、ここだって分かった人は分かると思うよ、うん、俺は分かんなかった。私も分かんなかった。そうなの。まあでもそういうことで、分かった人は波動さんが言った通り、なんか幸運が来る、来るかも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 だよ、かも。じゃあそんなわけなんで、またなんかね、こういうことあるといいね。ね、またじゃあ今度はね、映画館でみたいな感じで。そう、映画館で波動さんを見つけよう、握手見つけよう、見つけよう。じゃあそういうことで、また、うん、じゃあまた、バイバイ、ありがとう、 See you, See you.
Thank you for watching! よかったら Twitter のフォローやチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。 See you!